お久しぶりです、YouTube で、こういうトークの動画をね本当に久しぶりに出すかなと思うんですけれど、はやね議員になってからもうすぐ2ヶ月が経とうとしております。体調はどうなんですかっていう風に質問があったので、6月の5日に行った検査結果を、言おうと思います。動画を見てる方は知っている方も多いと思うのですが、私は全身性エリテマトーデスという、難病患者であるので、毎月血液検査をしております。そして今もここに出てる通りたくさんの薬を飲みながら毎日、議員の活動であったりとかアイドルの活動、公演の活動をしています。6月5日数値なんですけど、わかりますかね。ちょっとわからないと思うのでこちらの方に出しておきます。私は基本的に SLE 全身性エリテマトーデスの中でも自己免疫性溶血性貧血の症状が主に出てしまう、病気というかね、そういう症状なので、いつもねヘモグロビンの数値を見られるんですけど、今ちょうどプレドニンステロイドが5ミリまで減りました。12月に再発って確定診断出されてから5ミリ、25ミリから始まりまして、今やっと5ミリまで減らすことができました。5ミリまでなるのにね、ほんと半年かかりましたね。まあそれでも結構早いペースで減らしたのかなと思うんですけど、まあ本当にね3月ぐらい、まあ、ちょうど私がワンマンライブしてた頃の映像、あの YouTube にもあると思うんですけど、本当にね去年の10月の生誕祭と比べてやっぱり顔がむくんでましたね。今もまだその途中というか5ミリになったものの、やっぱり徐々にむくみは取れてくるので、またその去年の10月は3ミリだったので、再発するまで3ミリだったので、そこに戻るまではねもう少しちょっとこう顔がぷくっとしたままかなと思います。体重もね言って42キロだったのがまだ47キロぐらいで全然減ってないので、まあ、ちょっとあの今生活がね忙しくて、そう外食が多いっていうのもあるかもしれないんですが、まあ、もうちょっとプレドニンが減ったら下がってくるかなと思います。ヘモグロビン、問題のヘモグロビンなんですけど、今 13.1 ということで、低い数値だと 11.5 で、上が15とか 11.5 から15だと正常値ということになるんですが、私は 13.1 なので、まあ、正常値をキープしているということです。今回の治療からセルセプトという薬が加わったのもあって、前はセルセプトっていうのがなくて、プレドニンとディナゲストっていう、まあ、これ本当は子宮内膜症に使う、薬なんですけど、私は免疫抑制剤として使用していて、他に免疫抑制剤だと、プラケニル と、プログラフ、これをメインに使ってたんですけど、今回からはセルセプトというのが加わって、でそっからね数値がどんだけプレドニンを下げても今のところ、まあ、13なんですよね。これはねすごいそうだね、東京に来てから再発してるのが2回あって、そのうちの1回が地元の病院で治療していて、その後2016に再発した後から、再発した後からはこっちの病院で入院もして、で薬も加わったのがそのディナゲストっていう免疫抑制剤を、プレドニンだけじゃなくて免疫抑制剤を使わないとちょっと症状が抑えられないし再発するということで、ディナゲストを、選びました。それもリツキさんっていう薬、これは、まあ、抗がん剤的な感じで使用されている薬なんですけど、私の病気だと保険適用がされなくて1回100万円ぐらいする薬って言われたんですかね。でそれを何回か打って治療するっていうやり方か、ダナゾールっていう薬、まあ、これ飲み薬なんですけど、どっちか選びなさいって言われて、でダナゾールのその代わりの薬がディナゲストっていうことで、で結構ね、まあうちの主治医のところに基本は行くんですけど、まあ、風邪ひいたりとか体調悪くてちょっとそこまで行くのは遠いから行けなくて、まあ、うちの荒川区の病院とかに行ったりするんですけど、かかりつけ町のかかりつけ医みたいな感じで、そうするとねディナゲストをねなんで使用してるのかってね知らないお医者さんも結構いるんですよね。まあ、基本的には、まあ、子宮の病気に使う薬なので免疫抑制剤として使えない使
使うことを知ってない人も結構いるということがねありますね。はい、それでまあ結局それでもね、それで足してもそのゲナゲストとプレドニンと、まあ、その他のねいろいろ胃薬とかいろいろ飲んでますけど、まあそこからまた去年再発して2016年から2018年の12月に再発したから約2年ぶりぐらいに再発して、まあ結構高頻度だなっていう感じですけど、プレドニさんの時に再発しました。でやっぱりその再発する前もちょうど去年の5月に腸経口斑っていうね日差しを浴びた時に頬がすごいリンゴ病みたいに真っ赤になって腫れて痒くなって、で鏡見たら本当にねもう熱も持ってました。でこれはやばいなと思ってすぐまたそのうちの荒川区のね病院に行きました。そしたら、まあ、プラケニルをその時たまたまね東大の先生が来てくれてて、でそれですぐプラケニルもらって、で普通はプラケニルをもらうために眼科の受診をしなきゃいけないんですよ。目が悪くなる副作用があるから、で今の目の状態を測らなきゃいけなくて、だけど、まあ、もう急にね腸経口斑がもうパッと出てしまって、その後地元に帰らなきゃいけなかったからゴールデンウィークで、でもすぐにね同意書みたいなの書いてもらって、眼科の検査を2週間以内にするみたいなのを約束してプラケニルもらった記憶があります。でその時ぐらいからちょうど関節炎もなくなって、そうですね、それまでね再発してからずっと関節もめちゃくちゃ痛くて、もう日によっても本当歩けなくなるぐらい痛かったんですけど、プラケネルをきっかけに私は関節の症状が少し和らぎました。で結局今はないですね、関節炎が。うん、今回の再発してからなぜか関節炎がほぼなくなりました。でまあなんやかんや去年の5月プラケネルもらって関節炎もちょっと落ち着いて、ただずっと炎症反応はあったんですよね。まあ、CRP っていう項目があるんですけど、まあ、どこか体に炎症が起きてたりウイルスに感染してたりすると数値が上がるっていうのがあって、私は去年は基本的にずっと CRP の数値は基本的には 0.35 が上で下が0なんですけど、ずっと 1.5 とかそれぐらいの数値をさまよってて、でも先生も気持ち悪いねって言って、なんだっけな、リウマチに使う薬メトレートだっけ、なんかそんなような名前の薬を飲んでたり、まあいろいろプログラフもその炎症が収まらないということで結局プラケニルと追加されたりとか、去年になっていきなりバーって薬増えました。20錠以上になったのも多分去年になってからかな。まあ、プレドニさんとかだったんで17とかだったかも、ちょっと詳しい数字覚えてないんですけど、今は21を毎日飲んでいます。20か、今20錠毎日飲んでます。はい、でまあヘモグロビンの方も、まあ、13.1 でだいぶ良好だし、まあ、苦手だった朝も本当に、まあ、苦手は変わりないんですけど、前に比べるとすっきり起きれるようになってますね。うん、本当にね、このヘモグロビンの数値が低い時も学生時代もそうでしたけど、本当にねもう朝が苦手でトラウマで、まあ、でも今はね、まあ、議員もやってるしそういう責任感もあるのかもしれないですけど、うん、前ほどはちゃんと起きれてます、てか起きてます、ちゃんと普通にいけてます。薬今飲んでるのは、まあ、20錠って言ったんですけど、プレドニン5ミリが1つ、ディナゲストが朝昼あって、プラケニルが1つ、これ 200g のやつで、プログラフ 0.5 ミリが6カプセル、セルセプト 250mg が8カプセルで、ムコスターっていう胃薬 100mg が、まあ、朝と夜と飲んでいます。ムコスターはね変わりました。前はネキシウムっていう胃薬だったんですけど、なんか胃酸を抑えすぎるのも良くないっていう主治医の意見っていうか今の医学の見解でちょっと変わったんですかね。それで、まあ、ムコスターに変わりました。まあ、特に変化はないですね。うん、あでもちょっと気になるなって思うのがやっぱこう、まあ、シェーグレン症候群も私はあるので、目の乾きが、まあ、朝起きた時の目の乾きがきつくてヒアレインっていう目薬を毎日さしてますね。と目が充血しやすくなったり、まあ、ドライアイがすごい感じがありますね。
あとはまあ喉が渇いたりとか口の乾きもあるので、なんか基本的に飴を持ってたりとかフリスクを持ってたりとかそういう対策はしてます。で、口の乾きに関してなんですけど、これあんま良くないことかもしれないんですけど、結構ライブとかでステージに立ってると、まあ、スモークがあったりとか、まあ、緊張感もあるし、まあ、ずっとこう動きながら歌ってるのでものすごい口がパサパサになってこう歌えづらいっていうのがあるんですよね。で、それを昔ずっと思ってて、でもう最近ずっともう飴舐めてるので大丈夫なんですけど、これ結構ね口が乾いちゃう、緊張して上がっちゃうっていう人がいたら、飲み物とかも結構飲むタイミング難しかったりするのでステージ中って、なので常にほっぺを膨らましてちょっと飴とかフリスクを仕込ませてることが多いですね。まあでも、まあ、そうやって対策しないとなかなか歌も歌えづらいっていうのがあるので、まあ仕方ないかなと思ってます。ワンマンライブの DVD とか見るとよく見るとポコってしてるかもしれないですね、うん、あとは最近の報告ですと、まあ、ヘルプマークを今ね見た目では分かりづらい、困難を抱えている方、難病を抱えている方の、まあ、助け合いの印でね、ヘルプマーク東京都が発行しているやつあるんですけど、まあ、それをねもっともっと全国的に、まあ、いろんな、電車とかバスで配布してもらえないかなと思って、いろいろ他の議員さんたちと協力して何かできないかなということで、いろいろ準備をしています。で、曲も作りましたのでよかったら見てください。それにね、一般質問でも、このことについては、ね、提案というかね質問してみました。それもねもし興味があったら見てください。こちらに貼っておきます。議員になっていろいろ忙しい毎日ではあるんですけど、今のところ健康のことは大丈夫です。また何か気になることがあったら質問してください。明日もお仕事頑張ります。